分の中でテーマにしているのは、老若男女を先ほどおっしゃられたように、ちゃんと人にアピールする作品を作って、感情を揺さぶるものを作って、それをなんかより多くの人に見られるようにしたいなという。いいものって難しいね。本人たちがいいものって何なのっていうイメージが湧くやつって多分そんなにいないから。静香とか遥とかって、ね、やっぱりすごく仕事に対して真摯な気持ちを持ってるし、バカじゃないから多分体で分かってくる。いいものを作るってことはどういうことなんだっていうのがさ、情報から最後よ。でもそれでしょ、それで初めて映画じゃん。化粧の件は映画祭を目指すというふうには言ったんですけども、まあ、もし単館で上映っていうのもそれは素晴らしいことだと思うんですけど、我々としてはじゃあ単館のところで目指す1日だけ上映しますってことを目指すんであれば、もういっそのことをいろんな映画祭とかでこうもう世界の人に発信じゃないけれどもっていう形でやりたいかなと。それから劇場公開でいろんなところにいろんな劇場でスクリーンにかかりますっていう話であれば、それはそれで。頑張って作ってるだと思うんだけど、時々それが作りきれない時のすごい暗い表情がまた好きだなと思って、私はいいなと思ってるのね。